い、皆さんこんにちは。ゆるすもてあしチャンネル委員長の林でございます。本日は253回目、253回目のテーマはこちら、超基礎、ほとんどの外食や弁当が NG な理由でございます。テーマは送信関連、対象はふくよかな方、レベルはもう簡単に1でいきましょう。ゆるすのお客様でふくよかかつ一人暮らしのお客様の 96% の方が実はほとんど外食してますって答えてるんです。一方でモデル並みに細い方に伺ってみたところ、それはね 0% なの。ということはね、なんでこんな顕著な結果になったかっていうとね、外食は良くないっていうことに結論付けざるを得ない。これをね、知らずに一生懸命ね、例えばほとんど外食の人がいろんなダイエットをやってもですね、実は無駄なんじゃないかっていうふうにユリスでは言われています。こういうね、基礎の基礎について今日はね、簡単にご説明したいと思いますので、よかったら参考にしてください。どうぞ。はい、それではね、ダイエットや健康を考えた時にレトルト食材とかカップラーメンとかスナック菓子とかソフトドリンクとかもう全部 NG です。ほとんど取ってはいけないものだということで考えてください。それには何が入ってるかっていうと、食品添加物とかトランス脂肪酸代表される悪い油などが入っています。研究の結果では、食品添加物というのは長時間摂取していくと内臓を痛めて、特に腎臓をはじめとする内臓を弱らせてしまうということが分かっています。日本人の場合、20歳から40歳になればね、腎臓能力は約半分になるとまで言われていまして、実際に腎障害患者は糖尿病患者よりも多い1338万人以上います。予備軍は4000万人いると言われています。腎障害患者っていうのは血液検査でも発見しづらいとか、発見したところで治りにくいとか、発見時は重症になっている方が多いっていうのが特徴です。ダイエットで考えた場合、腎臓が弱ると悪いものを体外排出しづらくなるっていうことになりますので、脂肪細胞が取り込んでしまって体に溜まりやすく太りやすくなるっていうことが分かってきています。通常の場合は脂肪燃焼ダイエットなどをすれば痩せれるわけなんですけども、でも最近では努力しても、そういうことをしても痩せない方っていうのが多数出てきています。その理由には、何度もゆりして言ってますけども、その油には2種類あって、運動したら燃える ATP という物質を含んだ油と、運動しても燃えない ATP を含まない、もしくはすごく少ない油っていうのがある。この2種類が存在してるってことをまず皆さん覚えておいてください。つまり燃えない油、運動しても燃えない油、俗称私たちシリコン油と呼んでますけども、それはね、一度取り込むと運動では減らないので、排出にはお金と時間がかかって超厄介なんですよ。なので揚げ物は食べない、加工食品は食べないという努力が必要だということは皆さんご理解いただけましたでしょうか。今からでも遅くありません。もしあなたが健康でいたい、痩せたいって思うんだったら、食品の内容をもう一度こう見ていただいてね、確認して見直してください。すでに太っている方、私みたいに太っちゃってる方や痩せにくい方は、プレミアム犬陶器を毎日飲んで、12錠から15錠毎日飲んでみてください。それで腎臓ケアして、プールウォーキングをして、リンパケアをしながら、ユリシスで最新の送信技術を受けてみてください。近いうちに自炊をしたらどんな血液データになったかっていう分かる放送をしますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ゆるすもてあしチャンネルでは、美と健康に関する本当のことを配信しています。最近太り出した気がするな、そういえば痩せにくくなったな、問題が起きるとそういう原因を突き止めるのはとてもいいこと、でもその原因の推定が間違ってた場合、何をしても痩せないんだよっていう風な結果を作ることになってしまいます。この番組を通して、ぜひ自分の美と健康づくりにお役立ていただければ幸いでございます。はい、皆さん、240回目のね、当選者の発表について、ね、今からやりたいと思いますね。今回のコメントはわずかだったんですが、14名しか書いていただいておりませんでした。どうもすいません、努力が足りませんで、でもね、今回もプレミアム二等級1袋を1名、2袋を1名ということで、合計2名の方にね、プレゼントをしていきたいと思います。あらかじめご用意させていただきました、1番から14番のね、番号が入っているこの、これをね、今から引かせていただきまして、当選者の発表をしたいと思います。ではまずね、犬陶器1袋当たりの方やりたいと思います。はい、失礼します。よいしょ、よいしょ。1番
一番最初に書いてくださった方でしたね。その方にはプレミアム陶器一つプレゼントでございます。おめでとうございます。では今度は2つの方やりたいと思います。よいしょ。14番、一番最後に書いた方、すごいね。一番最後だったね。たまたまだったんですけど、すごいですね。犬陶器1袋は1番目に書いた方、犬陶器2袋もらえる方は14番目、一番最後に書いた方でした。今回はね、そういうことでございました。これに関してのご当選者は順番で私のところで該当する方をご連絡いたします。おめでとうございますと書きますので、そこを読んでいただいて、私どものところに指定のアドレスの方にご返事をいただいてから配送のお手続きをさせていただきます。この放送が流れてから1ヶ月が有効期限でございます。この期限が過ぎますと、残念ながら後から名乗り出られても対象にはなりませんので、ご了承ください。現在は250回目のところの放送でプレゼントをしておりますので、もしこのね番組見てね、私もちょっとやってみたいなと思ったら、250回目の放送のところのプレゼントのコメントを書き込んでいただいたりとかするんですけども、見ていただいて応募してください。それではさよなら。